島県に土砂災害警戒情報が発表されました。詳しい地点を見ていきましょう。徳島県の海陽町に土砂災害警戒情報が発表されました。ではここからはいただいているお天気のご報告を確認していきましょう。徳島県は一部の地域に活発な雨雲がかかっています。雨雲周辺からはザーザーレベル、そして豪雨レベルの強い雨のご報告をいただいています。ではこの後の雨雲の予想について確認していきましょう。この後も断続的に活発な雨雲が入り込む予想となっています。引き続き土砂災害に十分に警戒してください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースから確認することができます。